今回紹介するのは「数の女王」という本です。素数を使った魔法と影との戦い素数を使った魔法をめぐる謎と陰謀を扱ったファンタジーです。計算によって得た結果を魔法を呪いとするのは興味深い世界観でした。数学的な要素を使って 自分の行いは自分に返ってくるという教訓をうまく消化させていたように感じました特に憎しみや恐怖といった黒い感情は自らの身を刻んでしまうものだというのは読んでいてしさに富んだものだなと感じました白雪姫の世界とカズロンが融合したファンタジー作品昔はコンピューターのことを 電子計算機と呼んでいた数を計算する機械という概念だったのだろう本書「数の女王」は数を扱う学問「数論」と「童話」「白雪姫」を見事に合体させたファンタジー作品である物語は「白雪姫」の童話を彷彿とさせるものでいろいろとユニークなアイデアが見られるこれについては先のレビ、ユアーさんが分かりやすく簡潔に述べられているので ここでは割愛する舞台となっているメルセン王国では数の計算という行為そのものが現金となっている。これはすなわち「白雪姫のい」。ーーと暗示するメタファーなのかもしれない。物語の内容にはこれ以上触れられないが数論といっても難しい箇所はなく。 数の不思議な法則やびっくりする計算法などが紹をされており、結構楽しめる。読んでいると、アリスマ王の愛した魔物、小川一水や、トランスフューマン、ガンマセンバースト童話集、三方せ星、博士の愛した数匹、小川陽子などが頭に浮かび、思わずにやりとさせられる、数論、ファンタジーともに楽しめる作品である。以上。 興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。